お姉ちゃんがかわいそうだから、私いいこと思いついたの。いいこと？そう、じゃあ見ててね。ウェディングドレスを身にまとった妹はおもむろにスタッフからマイクを受け取った。何をするかと思えばその場で会場のゲストたちにこう言い放ったのだ。低学歴で豊島の姉ですが、どなたかもらってやってください。妹は私の方を見て勝ち誇ったようににやついている。だが彼女はまだ気づいていない。自分が今どれだけの失態を犯したのかを。次第に会場がざわつき始め、冷たい視線が妹へと注がれる。それすら気づかず、彼女は再びマイクを握りしめた。ほら、お姉ちゃんも積極的に行かなきゃ。ここにはお医者さんがたくさんいるよ。あんた、終わったね。え？その直後、妹にとんでもない爆弾が落とされたのだった。私の名前は桜ほのか、29歳。どこにでもいるごく普通の社会人だ。一つだけ私には変わった経歴がある。それは中卒から弁護士になったことだ。私には二つ年の離れた妹がいる。妹の愛花は容姿が整っており、愛嬌もあるので昔から家族に可愛がられてきた。一方の私は顔もスタイルも普通、加えて愛嬌もあまりない。可愛げのない子として家族や親戚から冷たく当たられてきた。それでも勉強だけは人一倍頑張ったが、妹の可愛さに勝るものはない。両親は愛花だけを溺愛し、私には一切見向きもしなかった。最初こそ辛かったものの、いつまでも気にしてはいられない。両親に愛されることを諦めた私は、これまで以上に勉強に力を入れるようになった。勉強だけは決して私を裏切らない。努力した分だけ結果となって目に見える形で現れる。勉強で成果を出すことで、いつか両親が私を褒めてくれるかもしれない。そんな淡い期待を抱きながら勉学に励んだ。中学時代のテストでは常にトップをキープ。それなのに小学校に入学してから中学を卒業するまでの9年間、両親が私を褒めることは一度もなかった。父と母は私にこんな言葉を投げつけた。順位が良くても点数が良くなきゃ意味ないんだよ。そうよ、理科なんて95点じゃない。でも今回のテストは本当に難しくて。言い訳しかできないのか。お前の努力が足りないからだろ。本当に性格の悪い子ね。100点でもないのに成績表なんか見せないでくれる？はい、ごめんなさい。私がどれだけ努力しても両親は認めてくれない。それどころか100点を取れない私を責め立てるのだ。しかし私が一番悲しかったのは、両親に蔑まれたことではない。父や母に散々罵倒された後の妹からの言葉だった。あれ、お姉ちゃんもしかしてまた怒られたの？妹はノックもせずに部屋のドアを開け、ずかずかと中へ入ってくると、私の成績表を手に取りクスクスと笑った。お姉ちゃん、こんなに点数いいのに怒られたんだ。かわいそう。私なんて赤点取らなかっただけで褒められるのに。わざわざそんなこと言うためにここへ来たの？お姉ちゃんが落ち込んでるかなと思って心配してきてあげたんだよ。それなのにそんな言い方されるなんて心外だな。心配？
本気で心配してるなら普通あんな言い方しないと思うけど。はあ、そういうとこだよ。そうやって可愛げがないからパパやママから愛されないんだよ。愛香は蔑んだような目で私を見下ろし部屋から出て行った。その直後、リビングから愛香と両親の楽しそうな笑い声が聞こえてきた。こんなこと、もう慣れたはずなのに、なぜか涙がこぼれてくる。もう両親には期待しない。愛香の言葉も真に受けない。そう決めたのにな。気づくと私は無意識に成績表を握りつぶしていた。たくさん勉強して、早く就職して、こんな家出て行ってやる。そのためにも今はできることを全力でやろう。そう心に決めた私は、より一層勉学に励むようになった。そんな折、中学3年の秋に父から衝撃的な事実を告げられた。ほのか、お前は高校には行かずに働いてもらうからな。え？ちょっとお父さん、何言ってるの？当たり前だろ。お前のために金を使うのはもったいないからな。どうしても高校に行きたいなら、自分で金稼いで行けよ。そんなの無理だよ。私まだ中学生だよ。バイトだってできないのに。じゃあ諦めるんだな。母さんと話し合って、今後は愛香のためだけに金を使うことにした。だからお前に使う金はない。そんな。父の言葉に目の前が真っ暗になる。その場に立ち尽くす私を見て、母と妹はニタニタと嫌な意味を浮かべていた。大人になった今ならわかる。高校に進学するなら、授業料免除のところや奨学金を探すなど、いくらでも進学できる道はあった。しかし当時の私にそこまでの知識はなく、私は高校に行けないんだという事実に打ちひしがれていた。その日以降、私は勉強のやる気をなくしてしまった。担任にはその成績で進学しないのはもったいないと言われたが、両親が頑なに進学を拒否したこともあり、私は進学を諦め、卒業と同時に工場へ勤めることになった。年齢的にまだ一人暮らしは無理だったため、18歳になるまでの間、私は必死に働いた。18歳になったらすぐこの家を出ていけるように。両親からは生活費を入れろと言われ、給料の半分を家に入れていた。残りの給料には手をつけずに貯金し、苦痛な3年間を過ごした。そして18歳になったその日に、私は家を出た。置き手紙を1枚残し、嫌な記憶しかないあの家を正々堂々出て行ったのだ。皮肉なことに、両親や妹からの連絡は一切なし。電話どころかメッセージ一つ届くことはなかった。最初は悲しい気持ちもあったが、仕事で忙しい日々を送っていると、家族のことなど次第にどうでもよくなっていく。さらに不思議なことに、家を離れたことでストレスがなくなったからか、気持ちに余裕が出てきたのだ。そこで私は好きだった勉強に再び挑戦してみることにした。3年間勉強から離れていたので、最初は復習からのスタートだったが、純粋に勉強を楽しんでいた当時の記憶がよみがえり、苦痛なく勉強に励むことができた。高校の教科書にも手をつけ始めた私は、同時にたくさんの本を読む習慣がつき、そのうち法律に興味を持つようになった。法律に関する本を読んでいるうちに、弁護士という職に憧れを持つようになったのだ。しかし私の学歴は中学卒業のみ。弁護士などというエリート職に就くのは夢のまた夢。そう思いつつ、ふと調べてみると、中卒でも予備試験というものに合格すれば
司法試験の受験資格を得られることを知った。それからというもの、私は今まで以上に勉学に励むようになった。家にいる時間はもちろん、職場での休憩時間にも参考書を開き、昼食を食べながら司法の専門用語を学んだ。幸いなことに、職場は皆私よりも年上ばかり、両親世代の人がほとんどだったため、必死な私をみんなで応援してくれた。そして23歳の時、私は無事に司法試験に合格する。その後は弁護士事務所に勤めることになり、これまで働いていた工場を退職した。就職先の弁護士事務所で4年間の下積みを経た私は、やがて2年前に独立。今はとある病院の顧問弁護士として充実した日々を送っている。だが今でもふと思うことがある。もし弁護士の自分を両親に報告したら、彼らは喜んでくれるのだろうかと。今の私ならひょっとして両親に認めてもらえるかもしれない。そんな風に思う気持ちもないわけではなかった。それでも結局両親には連絡していない。おそらく今後も関わることはないだろう、そう思っていた。だが私の予想を裏切り、再会の日は案外早くやってきた。仕事から帰宅するとスマホに妹の愛香から結婚が決まったとメッセージが入っていた。18歳の時に家を出て以来、家族からの連絡が来たことはなかったので、思わず二度見してしまった。愛香が結婚？27歳になった妹が医者と結婚することになったらしい。来月に挙式があるため、それに出席しろという内容のメッセージだった。今さら愛香や両親に会うのは抵抗があったが、家族の結婚式に理由なく欠席するのも気が引け、私は参加する旨の返事を妹に送った。その後愛香からは日時と場所だけが送られてきた。メッセージの最後にはご丁寧に、ご祝儀忘れないでねとの一文がついている。おそらく妹は純粋に私に来てほしいというわけではなく、あくまでご祝儀目当てなのだろう。家族ならお返しもしなくていいし、そんな風に思っているに違いない。結婚式で再会したら、それを最後にもう家族と会うのはやめよう、そう強く決意し、私は妹の結婚式に臨んだ。1ヶ月後の妹の結婚式当日、私は藍色のパーティードレスを身にまとい、披露宴会場へ向かった。受付を済ませて親族席に座ると、すでに父と母の姿があった。二人は私を見てクスクスと笑いながらこう言った。よくここに顔を出せたな、工場勤務の低収入のくせに。本当よね、家族として紹介するのが恥ずかしいわ。こんなやつ愛香も呼ばなくてよかったのにな。私もそう言ったのよ、でもご祝儀だけでももらわなきゃって言うから。私が目の前にいるというのになぜ平気でこんな会話ができるのだろう。自分の現状を伝えたら少しは関係が修復するかもしれない。両親へ抱いていたそんな淡い期待が勢いよく崩れ落ちていった。父と母とは一切言葉を交わすことなく、私は席についていた。ふと辺りを見渡すと、新郎側の席に見覚えのある顔がいくつか目に入った。あれ、あの人って確か、その横にいるあの人も見たことがある気がする。ってことはもしかして。新郎の名前を調べると、案の定想像通りの結果が現れた。こんなことってすごい偶然。とはいえ、今日はことを荒立てずに結婚式をやり過ごすことが先決だ。私は一人なんとか心を静めたのだった。新郎新婦の入場、
来賓の挨拶、そして余興がどんどん進んでいく。やがて食事を含めた写真撮影の時間がやってきた。両親は席を離れ、新郎新婦のもとへ向かった。妹にべったりとくっつき、満面の笑みで写真を何枚も撮っている。そんなことには目もくれずに、黙々と食事を続けていると、なぜか妹が私のもとへやってきた。お姉ちゃん、久しぶりだね。楽しんでる？ええ、食事はとても美味しいわ。お姉ちゃんは工場勤務の貧乏人だし、普段こんな美味しい料理を食べられないでしょ。感謝してよね。あれ、もしかして拗ねちゃった？ごめん。でもそうだよね。妹が医者と結婚なんて、羨ましくて仕方ないか。ごめんだなんて、みじんも思ってないくせに。あえて妹を無視していると、彼女は私の耳元で小さくささやいた。お姉ちゃんがかわいそうだから、私、いいこと思いついたの。いいこと？そう。じゃあ、見ててね。ウェディングドレスを身にまとった妹は、おもむろにスタッフからマイクを受け取った。何をするかと思えば、その場で会場のゲストたちに、こう言い放ったのだ。低学歴で豊島の姉ですが、どなたかもらってやってください。は？ちょっと、何言って。収入もない貧乏な姉なんですけど、誰かもらってやってくれませんか？妹は私の方を見ながら、勝ち誇ったようににやついている。そして信じられないことに、彼女に便乗するかのように、両親までもが、お願いしますと、馬鹿にしたように言い始めたのだ。その時だった。長い間張り詰めていた糸が、プツンと切れたのは、何なのよ。どこまで私を馬鹿にすれば気が済むの？それも、こんなお祝いの場でこんなことを言うなんて、信じられない。こうなったら、あんたたちに現実を教えてやる。次第に会場がざわつき始め、冷たい視線が妹に注がれる。それすら気づかず、彼女は再びマイクを握りしめた。ほら、お姉ちゃんも積極的に行かなきゃ。ここにはお医者さんがたくさんいるよ。あんた、終わったね。え？今にわかるよ。自分がどれだけまずいことをしたのかが。何言ってんの？私はお姉ちゃんのためを思って。妹が言葉を挟んだその時。ちょっと待ってください。帰るってどういうことですか？会場に突如新郎の声が響いた。声の方を振り向くと、なんと新郎側の職場関係者が皆揃って席を立っているではないか。必死に引き止める新郎に、病院長であろう男性がきっぱりと言い放った。今の新婦の発言で実に気分が悪くなったよ。悪いが今日は帰らせてもらう。待ってください。確かに今の発言はよくありませんでした。彼女には僕からよく言って聞かせますから。そういう問題じゃない。君は彼女のお姉さんが何者なのか知らないのかね。え？いや、会ったのは今日が初めてですし、嫁からも中卒の工場勤務としか。ふざけるな。彼女のお姉さんは立派な弁護士なんだぞ。それもうちの病院の顧問弁護士だ。え？うちの病院の顧問弁護士？新郎だけでなく、妹と両親までもが絶句している。そう、
私が顧問弁護士として契約している病院は、なんと妹の結婚相手の勤め先だったのだ。見覚えがあると思っていた新郎側のゲストたちとも何度か顔を合わせたことがある。彼らもまた私を見て気づいたのだろう。そこへ妹の心ない発言があったため、病院長が怒りをあらわにしたのだ。新郎は院内の医者の一人に過ぎないので、私と直接的なつながりはない。しかし院長やそれ以外の者からすれば、顧問弁護士というのはかなり重要な存在なのだ。それを察した新郎は真っ赤な顔で妹に詰め寄り、怒鳴り声を上げた。おい、なんてことしてくれたんだよ。お前のせいで俺の評価が下がったじゃないか。違うの。私、お姉ちゃんが弁護士になってるなんて知らなくて。知らなかったで済む問題じゃないだろ。それに実の姉に対してあんなことを平気で言うなんて、人として最低だ。見損なったよ。待って、お願い。これにはいろいろ事情が。言い訳なんて聞きたくない。結婚の話はなかったことにしてくれ。そんな。妹は顔面蒼白になり、その場に崩れ落ちた。新郎は怒りに任せてゲストたちと共に会場を後にした。私もまた席を立ち、出口へと向かおうとしたところ、どうにかしてよお姉ちゃんと背後で妹に叫ばれた。そんな彼女に私はきっぱりと言い捨てた。どうにかして、なんで私が。全部あんたが自分で撒いた種でしょうが。人をネタに受けを取ろうとして失敗したからって一丁前に被害者面してんじゃないわよ。気持ち悪い。なんでそんなこと言うの。そもそもお姉ちゃんが弁護士だってちゃんと教えてくれてたら。今まで一切連絡してこなかったあんたになんでそんなこと言わなきゃならないのよ。そもそもこの結婚式が終わったら関係を切るつもりでいたの。でもよかったわ、最後にあんたの悲惨な顔が拝めて。医者の旦那を逃して残念だったわね。せいぜい次の旦那探しを頑張って。そう言い残し、私は会場を後にした。密かに聞こえてきたのは、妹と両親を非難するゲストたちの声だった。案の定、妹の結婚は破談となった。両親は妹が医者と結婚すれば将来安泰だと思っていたようで、今回の件で初めて妹に激怒したらしい。これまで怒られたことのなかった妹は心が折れたらしく、私に SOS を求めてきたが、もちろん無視してやった。何度もかかってきた電話にも一切応じず、家族の連絡先も全て消去した。妹はすでに寿退社をしていたようで、今は完全に無職だ。両親との関係も悪化し、今では部屋に引きこもる毎日なのだとか。一方の私はというと、安定して充実した日々を送っている。仕事もプライベートも順調で、大きな不満もなく過ごせているのだ。家族には恵まれなかったが、仕事や周囲の人たちには恵まれている。これもすべて私が努力してきた成果だ。苦しい日々もあったが、頑張ってきてよかった。自分の努力を認め、これからも無理なく人生を過ごしていきたい。